東京テレビハローレストラン、今回はあらゆる層に人気のカジュアルブランドショップ、ショッピング後に気軽に立ち寄れるレストラン、そして映画館やプレイグラウンドも備え、エンターテインメント面も充実したここサンノゼオークリッジモールに来ています。ファミリーからカップルまで広く親しまれているこのモールに正統日本食料理店がオープンしました。今日はこちら三楽をご紹介いたします。では早速お邪魔してみましょう。サンフランシスコにある本店三楽サター店をオープンしたのはおよそ30年前。その後メトリオン店を、そして今年6月30日待望のサンノゼオークリッジ店をオープンしました。新鮮な寿司を中心にローカルの方はもちろん日本人にも満足してもらえる味を追求した正統派の日本料理店です。やっぱりお客様に来ていただいて美味しいと思っていただける料理っていうものを、ちゃんとした料理っていうものを常に考えて今までずっとやってきました。おすすめとしてはうちはお寿司が得意としてるんですけども、そのお寿司だけじゃなくシェフのお任せコース料理というものをここのオークリッジ店では食べていただけるということで試していただきたいなというふうに思っています。今回紹介していただくのはオーナーおすすめのお任せです。その日の一番新鮮なものをシェフが厳選して作る前菜をはじめとした全7品のコースです。日本料理ならではの細やかで丁寧な仕事の数々、シェフたちは日本で修行を積んできたプロフェッショナルです。このような徹底したお店作りにはオーナーのお客様に対しての心配りがありました。ちゃんとした料理を出すっていうことの中で、やっぱりその中でキーになるっていうのはやっぱり働いてる人っていうことを、作る人間っていうことになるんですけど、その点うちは多くの日本で修行したシェフが何十人か全店舗合わせと働いてもらっているので、それでクオリティをキープしつつ、より以上美味しいものを追求するっていうことにすごく頑張ってもらっていますので、その辺がうちの強みとしての一つではあるとは思っています。そして一流のシェフたちが作るおまかせがこちらです。菊を彩った前菜、日本ならではの抹茶塩でいただく天ぷら、どれも一品一品芸術品のようなお料理ばかりです。はい、こちらがメインのお寿司ということなんですが、端にあるのはなんと焼き鮎。日本では見ることあると思いますが、アメリカでは見ることがないので早速いただいてみたいと思います。すごい美味しいですね。香ばしくて思ったよりボリュームがあって、初めて食べたんですけれども、とても美味しくて感動しました。長年お店を営む服部さんだからこそ気づくニーズの変化も。本物の日本食っていうものはこの20年間ですごく変わってきたと思いますね。十何年前はウニなんかは全然食べられることがすごく少なかったんですけど、今はちょっと変わったお寿司も人気商品ナンバー3以内に入るかなっていう感じです。そういうことも代表に洗練されてきたというか、そんな感じのように思われますね。東京テレビハローレストラン、今回はサンノゼオークリッジモールにオープンし、気軽に美味しいお寿司をいただけるここ三楽をご紹介いたしました。サンフランシスコの本店のサター店、それからメトリオ店に引き続いてこのオークリッジ店もぜひよろしくお願いいたします。皆様のお越しをお待ちしています。三楽
オークリッジ店は毎日営業。925ブロッサムヒルロード三ノ瀬。詳しくは東京テレビのホームページをご覧ください。 TTB ハローレストラン、今回は三楽オークリッジ店を紹介しました。酒、traditional kitchenware、artisanal craftsmanship、bring Japan closer、importer、wholesale distributor、specializing in restaurant supplies、NA Sales Company Inc.